こんにちは。こんにちは。ゲゾンショップの清家です。100日命が縮まりました、五条さんです。それ恐怖新聞でしょ。開けるよ、はい。あのですね、ラジオの恐怖新聞、ね、まあ関係ないんですけど、うん、先ほどの録音に失敗しましてね、はいはい、ほぼ1話分吹っ飛びましたよね、これ。ああ、何があったんでしょうね。何か起きたんでしょうね、うん、iPad がね、なんか調子悪くて、うん、なんかです ね、設定が勝手に変わっているという。あ、まあいいや、まあちょっと気を取り直してやりましょうよ。気も取り直して、うん、はい、やりたいですね、うん、はい。で、本日、はい、手紙が、またメッセージ、メッセージいただきまして、はい、ご紹介いたします。はい、ラジオネーム猫吉さんから、またありがとうございます。連投でありがとうございます。シグマラーの猫吉さん、シグマラーの猫吉さんですね。あの、すいません、あのシグマラーっていうことは、はい、キャノラーとかニコラーとかそういうのもペンタックスラーリコラーなんか、それは油マニアの方とかなんかニコ動中毒の方みたいに聞こえません、ね、それありそうな気がしますけどね。まあ、あの、僕だったらコニカ結構好きだから、コニカラー。コニカラー。コニラー。それ、なんかフィルムの名前みたいですね。コニカラー。あ、そうです。コニカラー。コニカラー。まあでも、シグマラーが、はい、シグマラーが合いますね、はい、なんか、うん。シグマラー、はい。いいね。いい名前、まあいいんじゃないですかね。はい。まあ続き読んでください。はい。いつも楽しく配置をさせていただいております。はい。はい、ありがとうございます。はい。最近オールドレンズに手を出してハマっております。来ましたか。うん、はい、うん。そんな中、タワー 35mmF3.5 という M42 レンズを入手しました、はい、何を撮影しても昭和集がする写真が撮れます。すごいね、すごいですね、いいね。もちろんボディはシグマ SD ですか、まあ、多分 M42 マウントアダプターをつけてるんじゃないかなと、うん、はい、な思いますけどね、うん、はい。このレンズを検索しても情報を得られません、はい、夏のレンズをぜひ取り上げていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、はい、来ましたね。タワー 35mmF3.5、はい、これですね、うん、あの、ま、厳密な話しますと、うん、このレンズについて私もわからないです。ただ現状分かってることをちょっといろいろと言いたいと思うんですけど、はい、うん、はい、タワーですね、うん、アメリカのシアーズというですね、はい、メールオーダーの会社といいますかね、まあ、商社みたいなのがあります、はい、まあ、商社ですね、有名なですね、うん、そこがですね、あの、いろんなカメラをですね、うん、昔、かなり昔から、うん、タワーというブランドで売ってたんですよ、うんうんうん、なのでまずその関係であるだろうと、うん、あのね、はい、似たようなんではほらアンスコとか、はいはいはい、アンスコ、ね、あ、それとかビビターね、あ、ビビターもそうですね、そう、商社なんですよ、アンスコは、ブランドっていうよりね、はいはい、うん、で30年前40年前とかだと日本がやっぱり一番コストが安くていいカメラ作ってたから、そうですね、あの、OEM みたいな感じで、そうですね、っていう感じですね、はいはいはい。で、まあ、向こうのですね、カメラペディアを、まあ、うん、参考にして、まあ、ちょっといろいろ見たんですけども、はい、まあ、この確かにですね、シアーズいろんなカメラ売ってます、はいはい、例えばリコーとかですね、はい、リコーとか、そうですね、あとバイローラ、あ、知らないですね、これ、まあ、ドイツのメーカーですね、あ、うん、はい、あとマミヤとか、はい、だからあのアサヒフレックスとかですね、はい、まあ、結構売ってるんですよ、はい、タワーの名前で、はいはい、でその中で、まあ、ざっと見たんですけども SLR レンズについては細かくは載ってないっぽいので、うん、まあ、言えないんです、うん、ただ一つ見るとですね、このタワー50かな、うん、あたりでですね、オリンパスワイド E ってカメラ、はいはいはい、あれがですね 3.5センチ F3.5 なんですよ、うん、はい、もしかしたらこれ推測なんですけど、うんうん、こいつからレンズをもぎ取って、うん、はい、M42 マウントに乾燥といいますか、はいはい、アダプト自分でつけて、はい、誰かが売ってたんじゃないかなという、もともとからその M42 かもよ、うん、だからそこは分かんないですよね、ね、まあ、うん、カメラペディアとは言っても全てを網羅してるとは、まあ、ちょっと言えないので、うんうん、なので、まあ、推測としてはその類の、うん、まあ、とにかくタワー関連のシアーズ関連の製品だろうなっていうのは想像つきますね、うん、それまあ、はい、随行の可能性があると、随行、はい、随行と同じかもしれないよね、ああそうですね、はいはい、まあでも推測でしかないですけどね、そうですね、すみません、え、まあ、もし、まあ、カメラのレンズのですね、うん、写真とかありましたら、ね、はい、それが例えばオリンパスと同じもんだったら、うん、あ、これもぎ取ってんじゃんって話ができるわけです、そうね、はい、はい、まあ、そういうわけで、うん、まあ、もしよろしければ写真と送っていただけると、もうちょっと話が進むかなと、レンズの写真と作例、はい、よろしければ送っていただけるとすごく興味ありますね、ありがたいですね、はい、まあ、あの、はい、お聞きの皆さんもですね、はい、
まあ、勇気を振り絞ってですね、はい、メッセージと、あと、ね、作品等もちょろっとですね、うん、出していただけると大変面白いかなと。そうですね、はい、他の方も、はい、あのいただきたいなと。そういうね、あのただね、あの我々が好みそうなあの、はい、ものじゃないとちょっと取り上げられないなと思って、はい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 、まあそうですね、ほらイオスキッスのレンズキットで撮って猫ちゃん撮りましたぐらいじゃちょっとほら、あちょっとインパクトはかけますよね。多分これ聞いてる人はそんな人たちじゃないって、ね、多分違うと思います、ね、昭和集の悪者を取りたがる人のばっかりだと思うんですよね。まあそんなところですかね。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ皆さんの他の皆さんも、いろいろとですね募集してます、ステージお待ちしてます、はい、ではギズモキャスト始まります。始まります。はい、本日はですね、はい、本日のお題は何でしょう、はい、現像所、フィルム現像所のトイラボ様がですね、はいはい、トイラボ様が、毎月ですねフィルムオーダーランキングというのを発表してるんですよ。あ、出してますね、はいはい、これについてちょっと話をしたくてですね。ほうほう。というのも、トイラボに来たオーダーのあったやつを集計してるわけです。はいはい。でこれを見れば今現在のフィルムカメラの使われ方、はいはいはい、使われてあの動画分かるんですね。あでトイラボはものすごい注文数受けててですね、まあ日本で一番じゃないかなっていうぐらいなんですよ。ほう、今現在そんなにやっぱフィルムがやっぱ減ってますからね、はいはいはい、使う人で、ね、でということは本当にこの結果がフィルムを使われもう日本でのフィルムの使われ方が見えてくると。なるほど。ということフィルムカメラというね、はいはい、まあ、なんて言いますかね、今まあ、かつてだと、はいはい、そういう横並びで、はい、どのぐらいのフィルムの現像度合いがありますよっていう資料なんて誰も出してないですもんね、うんうん、そうなんですよ。で、それでそのなんて言いますかね、おそらく、ね、フィルムカメラとかフィルムの業界もこれ見てると思います。ほう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 。おそらくはいはい、見ていろいろ分かるんですよ、これ今何が使われてる、トレンドが分かる。ほう。そのフィルムカメラのトレンドを今更というのも、ね、素晴らしいですよね。逆に言うとですよ、うん、見てないんじゃないですか。いや 見るよ 業界人は見ますかね、うん、だからいやもうデジタルに移行してるから、うん、フィルムどうでもいいやと思ってるんじゃないかって気がする、はい、はい、まあそれでちょっとまず話させてください。はいはい、はい、この中でですね、いろんな分け方があるんですけど、はい、まずカメラ部門のベスト10があって、はいはい、1位がロモ LCA ですね。ほう、LCA が。まあ、まず順、まあ、上から5位ぐらいまで読んでいきましょうかね。はい、1位ロモ LCA、はい、2位、ニコン一眼レフ、はい、3位その他カメラ。はい、うん、ちょっとあれですね、何かまあいろいろあるんですけど、はい、あと4位キャノン一眼レフ、はいはい、5位ハッセルブラッドみたいな、あとはまあ 10位まであるんですが、5位ハッセルってすごいですね。そうなんですよ、これでね、まあ、パッと気になることを言ってください、5位ハッセル、はい、こんな使ってるんですかハッセル。すごいですね、みんなお金持ちに見えますね。俺一生って買えないんじゃないかと思ってるのに。本当ですよね。3000までしか払えないとかね。すごいですよね。まあ、うん、私だったら多分キエフに流れちゃうんだろうなって、ね、お店が儲かってる時 LCA 何台も買ってますけどね、私は。あ、そうですね。はい、それからほら壊れたやつ直すとか。はいはいはい。でニコンの一眼レフも使ってないんですけどね。うん、まあ私が見た感想ですけど、うん、トイカメラじゃないじゃんっていう。そうですよね。あ、それは聞いてます。トイラボの所長山田さんから、はいはい、トイラボよりもトイラボ要は今かなりセミプロというか、まあ、フィルムで本格的にやってる人の方がお客さん多いっていうことですよね、はいはいはい、もう見た感じは普通の一眼レフですよね、うん、まあ LCA 自体にトイカメラの部類じゃあるんですけどね、はいはい、まあ、だけど、まあ、本格的なカメラですもんね、構造的に。LCA はやっぱりその、うん、トイカメラらしくないんですよ、ね、うん、意外となんかしっかりしてるというか、うん、この日なんか、うん、LCA って要は露出が面白いだけじゃないですか、うん、言ってしまうと、はい、レンズは極めてよくできてるじゃないですか、はい、だからあんまり見かけ以外トイカメラって感じしないですよね、うん、で正直これ見て1位から10位まで、五条さんが使ってるカメラありますか、はい、何でしたっけ。だから上から1位から10位ないんじゃないですか。
はっきり言いましょう、はい、ないです。私ね、ペンぐらいナチュラーですよこの前。はいはいはい、ナチュラー だけど、ナチュラーがそのあれでしょ、多分ナチュラー、僕のナチュラーじゃないもんね。いや、ああ今の普通に売ってるナチュラー、うん、いやいや、まあ最後に出したナチュラークラシカとか、はい、クラシカ、はい、僕もないんですよ、まあ、いやこれは寂しくない。だってフィル、我々フィルム言ってて、フィルムを使ってるのがメジャーじゃないのに、その中のメジャーに入れてないというお二人がいいんじゃないですか。どう、現実を知ってしまった。私はフェドラーとかですね、はい、言われてもいいと思うんですけど、はい、まあね、面白いね、これ見るとね、はいはい、あのね、まあこの中でね、ただいずれ欲しいなというのはいくつかありますよ。僕ね、はいはい、ペンタックス67ですね。ああ、バケペン、うん、はいはい、あの使ってみたいなとかね、お化けなペンタックス、はい、うん、ってあるんですけどね。ローライフレックス8000だとか、いつ使う、嫌いとかじゃないんだけど、なんか、うんうん、なんか持つっていう意識がない。わかります、わかります。なんかフェラーリいつ乗るって言われてるような感じ。なんか、はい、勝手に。ああ、いや別にって感じですよね。うん、いやフェラーリね、すごいのはわかるけど、うんうん、とか、まあ、だからね、いやびっくりしました。あ、ライカ、M マウントのライカ、まあね、私です、多分、うんうん、ローライフレックスもらっても使わないと思うんですよ、うん、はいはい、多分その防湿庫に入れて綺麗にして置いとくとかそんな感じになるでしょうね、うん、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、一民間人が普通に使ってたやつの方がやっぱ面白いっていう感覚がどっかにありますもんね。なんでしょうね、はい、まあいいです。じゃあ次に行きますね、はい、フィルム部門っていうのがあります、はい、次、はい、でネガ、クロスプロセス、モノクロ、リバーサルってあって、はいはい、まあネガですね、はい、で1位から4位まで読みますね。1位富士フィルムスペリアエクストラ、2位富士フィルムプロ 160NS、はい、3位コダックポートラ400、4位コダック コダカラー400、おー、うん、まあ、続きもありますけどねというかですね、ちょっといいですか、うんうん、ポートラ皆さん意外と持ってるんですないんでしょ、もう売ってないですもんポートラ、なかなか。あ、で3位ですよ。めっちゃ在庫抱えてるんでしょうね皆さん。あ、まあ、期限切れとか迷惑の話で送ってくるのかもしれないですね。いや期限切れはいいんですけど、現像する側から言ったらちょっといろいろ気になるんじゃないですか。そこはもう淡々と企画通りやるだけでしょうからね、うん、いやこれこの中で五条さんがここ、まあそうですね、期限切ると3ヶ月使ったことがあるフィルムはどれですか。ですね、うん、3ヶ月以内ですか、はい、ポートラですね。あ、ポートラですか、はい、なんかブルジョアですね。いやいやいや、清家さんからもらったやつです。あ、そうだ期限切れ使ってポートラ使ってない、はい、俺ね、あ、本当持ってても、もったいないな。いや持ってきました私で、これね、さっき読み上げてないけど、これ7位のフジルフ業務用記録用 ISO100、 それわかる、 ISO100 の方ね、400じゃなくて、はい、これですね、はい、いまだにホームセンターで非常に安価で売ってますんで、はい、私つい手が出そうになりましたね。やっぱ私なんでこれ使うかちょっと、まずね、コダックのクソ安いコダカラーゴールド400とかね、はい、すぐブチ切れるのフィルムが。あ、そうなの。信頼性低いだけど、私切れたことないです。富士の業務用ちゃんとしてるし、あと色が濃いね。はいはい、富士の、ね、だから結構テスト撮影が多いわけ私なんか、はいはい、だからなんかちゃんと釣るかとか、まさしく業務用みたいな、ノリで、ヤフオクでちょっと大量買いしたりとかしてるのね、はい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 、あとはなんかエクターとか持ってるけど通したことないなとかね、エクター、ね、私35mm のエクターは使ったことないですよ、うん、なんかナチュラーとか売ってたんだと思って、アマゾン富士フィルム5位のナチュラー160ね、はいはいはい、1600、あ、もうなくなったと思ってたから、ちょっとだいぶ前ですけど、うん、ナチュラーが期限近いんでっつって結構安く売ってたショップとかありましたね。あ、そう、買いましたけどね。まあでも富士フィルムスペリアエクストラがおそらく400は一番あちこち売ってるよね、ですね、うん、1位のね、だからその結果が出てるんじゃないでしょうかね。まあ120もいっぱい多いね、まあ、意外と使いますね、ブローニーをね、なるほど。じゃあ次はクロスプロセス、はいはい、現像ですね、はい、1位富士フィルムプロビア F100F、 なるほど、プロビア100、正しいね、赤黒び、うん、赤黒びよし。であとちょっと待って、はいはい、2位アグファ CT プレシーザーと笑えるこれの、で3位富士フィルムベルビア100だね、はいはいはい、4位
富士フィルム、ベルビア50、はあ、あ、ごめんなさい、赤コロビこっちでしたね。そうね、はい、で5位はロモグラフィックスプロ、あのスライド、はいはい、これ結構いいですね。あ、まあクロスプロでする人向けに出したような感じのフィルムでしょ、はいはい、でもあの、うん、ロモのクロスプロセスって、うん、普通にリバーサル現像するととてもいい色が出るらしいですけどね。あ、そうだ、僕全然使ったことない ね、まあ僕1位のプロビアでしょうね。あの、はいはい、もしリバーサルクロスプロ、はいはい、あのリバーサルフィルムもどっちに使ってもいいフィルムでしょ、うん、プロビアって。ただね、ここにプロビア400と一緒になってるんですけど、私はプロビア400はもう1回しか使ってないね。はあはあ、いまいち画質が気にならなかったっていうか、うん、まあ五条さん最後に、あとプレシーザ結構好きだね。使ってます、ね、でもなあると思ってないから、なんで2位なのって。やっぱり誰か大量に個人ストック持ってる方がいるんでしょうね。な、何使います、この中で。五条さんがクロスプロセスする場合です。クロスプロセスか、はい、ここにはないんですけど、うん、エリートクロームですかね。エリートクローム、ああなるほど、はいはいはい、ないんですけども、はい、あれももう絶滅しかかってますもんね、本当に。10年前の話するとね、はい、トレビってあったんですよ、富士、はいはいはい、あのプロビアより安い、あれがね、結構好きだったのね、うん、だから懐かしいなと思って、はいはい、うん、私その、なんだっけ、そのエリートクロームで、うん、あのクロスタープリンセスでクロスプロセスやりましたからね、うん、誰もいねえだろ、そんなやつっていう、ね、クロスプロセス結構色がみんな違ってくるからね、この好みがプロビアが今人気あるのかな、やっぱね、はいはいはい、じゃあ、まあ次モノクロ現像でいっていますね、はい、モノクロベストボーイ、はい、1位、はい、富士フィルムネオパン100アクロスおでしょうね、はいはい、はい、2位コダック X トライ X400 トライ X、 はトライ X ですか、トライ X ですよ。じゃあ3位富士フィルムネオパン100アクロス、はい、4位富士フィルムネオパン400プレストプルですね。で5位がコダック TMAX400、まあ、これ切りまして、うん、単純に手に入る度合いが高いフィルムなんじゃないか。いや、ただ気になったのが、だってトライ X より T-MAX の方がコダックのほらメインじゃないですか、まあ、そういう認識だけど、 T-MAX はトライ X の、 あの後継。ああ、うん、あの私ですね、うん、やっぱりその辺の前知識がないんで、うん、単純に映像的に面白いのはもうトライ X ですよね。トライ X、 あのコントラストはガツンって効いた感じが。トライ X ね、僕ね、ここ30何年おそらく使ってないんですよ。あ、そうですか、意外ですね、うん、高校の時ぐらい、はいはい、うん、だから全くね、使ってなかった。名前は有名だけど、あの究極超人があるんですね、あのトラ、トコ、トサカ先輩が、はい、トライ X 勝利みたいなこと言ってましたもん、ね、あ、なるほど、分かってらっしゃるみたいな、はいはいはい、当時からですね。 T-MAX が5位だっていうのが結構ね、はいはい、ちょっと面白いなと。逆に T-MAX って、うん、ものすごくこう、うん、滑らかに普通に映るじゃないですか、うんうん、言ってしまうと普通なんですよ、はい、だから面白みとしては若干欠けるんじゃないかなって気はまあちょっとしてるんですけどね、まあ、綺麗には撮れますけどね、はい、あとまあ次いきますね、はいはい、リバーサル現像、普通のリバーサル現像ね、はいはい、で1位富士フィルムプロビアやっぱ 100F ですよ、うんうん、2位富士フィルム、ベルビア100、はいはい、これ120ですね、 100F じゃないんだ、はい、はいはい、で、なんですかね、3位がロモグラフィーエクスプロ、はいはい、スライド200、あ、やっぱりこれ普通にあるんですね、ね、で4位が富士フィルムプロビア 100F、うん、あれこれちょっと違うんじゃないかな、1位と、ね、4位が同じになってる、あ、上が 35mm で、あ、そうかそうか、あ、120か、すいません、はい、であと5位が富士フィルムベルビア100、これは2位と5位が同じですね。あ、120か。すみませんね。それからフィルムの種類で。はい、種類がちょっとあるんですね。そうか、そうか。プロビア、ベルビア、エクスプロ、コダックがないですね。コダックないのかな。多分ですね、うん、数的に少ないんじゃないですかね。もう僕いっぱい持ってるって、ほら、なんか、コダックのリバーサル。いっぱいありますよ。マジっすか。だいぶ上げたじゃないですか。ウヒウヒ。まだありますか。はい。だから、はい、なんですか。ちょっとまたコダックがないのがびっくりしたね。富士バンガジー。だからその、うん、あくまでこれ量的ベスト10なんで、うんうんうん、多分数としてはもう減っちゃったんじゃないですかね。売ってないのかな。そうですね、はい。なるほどね。はい。まあこの中で最後にここ3ヶ月で使ったことのあるフィルムはどれですか。ですね、ありません。4日になったら僕リバーサル、あ、
ホルガがある、ホルガ。ホルガでない、ホルコンだから。ホルガで。でしょ、はい、はい。あの、E100 とかほら。めっちゃエクタクロームですね。エクタクロームですね。はい、ないね、一本もね。あ、多分、やっぱりその、もう量的にないんですよ。うんうん、だから持ってる方もなんかここぞの一発でこう大事に使ってるような感じなんじゃないですかね。うんうん、はい、であとちょっとその何ですかね、あの後ろにもまだありますけど、はい、次行くと C411 モノクロフィルがイルフォード XP2 スーパー、はい、あー、イルフォードですね、はい、とコダック BW400、はい、これは個人的にはコダック BW400CN の方を僕は使いますけどね、はいはい、うん、モノクロチはこっちの方で撮ってる可能性があるよく、うん、この C41 現像のね、はいはい、うん、私が結構アクロス昔使って、うん、ちょっと前使ってたのは、うん、単純に手に入りやすかったからです、ね、うん、はいはいはい、どこでもあるもんね、うん、ですね、もう小田区系は結構もうかなり少ないんでしょうね、うんうん、まあ下行くとワンテンとかあるけど、ワンテンで頼んでる方がいらっしゃる、素晴らしい、ではびっくりだね、はい、127フィルえ127を出してる方がいるえどこのだろう、加工してる川祖商店さんがあのなんですか作ってるっていうのは聞いてますよね、へえ、うん、127フィルのね、ほう、うん、あとは詰め替えてやってる人もおるって感じで、はい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 、トイラもすごいね、詰め替えも受け入れて何でもやっちゃうんですよねすごいな、迷惑かもしれないけどね、いやー本当ね、このページリンク載せますんで、皆さんこれ聞いた方、はいはい、ぜひ見てほしいんですが、はいはい、ぜひぜひ、ね、なんかどう思いました、なんかこれ、うん、確かにですね、うん、まあ今現在の、うん、なんていうんですか、まあ、トレンド中とおかしいですけど、うんうん、まああのフィルムの流通状況みたいなのは感じれるんじゃないかな、カメラ、あとカメラね、カメラですね、だから使われてるんだよね、使われ方、使われてるカメラ、はい、あの集めてるとかと別で、はい、の現状はちょっとね分かった、まあでも LCA っていうのがやっぱなダントツなんだ ね、 ダントツですね、傑作だもんね、あれ、そうですね、なんかあのあれトイカメラっていうのがかわいそうですもんね、そんなぐらいしっかり映りますからね、はっきり言ってロモの LCA とホルガの科学技術は何年差があると思います、そうです、ざっと20年くらいですか、100年くらい違う全然違う、 CDS センサー、あ、まあそうですよね、はいはい、まあレンズもちゃうしですね、レンズもね、ミニターレンズが使われるカメラの進歩的にはでもやっぱ20年くらいですかね、うんうん、まあ実際はそうだね、20年くらいの差なんだけどね、まあなんかすごくここ勉強になるからね、なるほど、見た方がいいですね、うん、私これ見てやっぱりその機械が何のかの言って、うん、あのトイカメラが潮流じゃないっていうのが結構笑いましたね、現実そうだろうね、うん、だからで今度実はあのニュースでホルガがもう製造されてないとフィルムのっていうニュースになってたよ、そうなんですか、 PC ウォッチかなんか、もう終わったってことですか、もう製造してない、あららら、でもう面白いけど工場で、工場設備も全部あの処分してると、だからもう作りませんと、へえ、いうことらしい、処分ですから、うん、多分誰かが持ってますよ、誰かやるかもね、あっちですからね、中国製でしょ、はい、で中国以外の国がやるんじゃないの、元貧乏な、やっぱりそのいろんな金型がで私試算してるわけですよで、まあ、多分中国でドラゴンボールやって、はい、誰かがホルガを復活させてくれたら面白いんじゃないかなドラゴンボールやってはい、まあ、あの本日ですね、はい、あのトイラボ のフィルムオーダーランキングに話しさせて、トイラボの許可もなくちょっとさせていただきましたそうなんですか、はい、まあでも本当にこれぜひ皆さんね、はいはい、あの勉強になるんで見てください、はい、はい、いろいろですね、うん、ネタがいろいろと勉強になるものが詰まってるということで、はいはい、はい、それではですね、はい、本日はトイラボのフィルムオーダーランキングについて、はい、はい、お送りしました。リンク等をですね、はい、あのホームページの方で載せておきますので、うん、ぜひ参照してください、はいはい、それではご意見等お待ちしております、はい、勇気のポチッとお待ちしております、はい、では杉田さん、さよなら、さよなら。いつもキャスト。